どうもヒカルです。こんにちは。うまくいったって感じ。踊る大捜査線という、僕が生まれる前にめちゃくちゃ流行ってたドラマがありまして、これが今、新作映画、新作スピンオフ映画の、室井慎治破れざる者、生き続ける者の公開に合わせてなのかわかんないですけど、ネットフリックスで配信されてたんですよ。僕らの味方ネットフリックス。だからじゃあ、見てみようかなと。やっぱ知らないからね、生まれる前のドラマだからね。1997年に放送されたんだって、踊る大捜査線は。で、僕2000年生まれたから3つ年上なわけですよ。いやもうわかんない。なんか親が映画のビデオ、ほんとビデオデッキに入れるビデオを持ってたなっていう記憶はあるけど、もうそれも断片的にしか覚えてないから、じゃあちょっと見てみましょうかということで、今回見てみたんですよ。なーにこんな面白いドラマ。ちょっと待ってよ。ずるいよ。俺より先に生まれた人間は、こんな面白いドラマを、リアルタイムで見てたんですか？ずるいよ。羨ましいです。早く生まれていて。むちゃくちゃ素晴らしいドラマだったんで、ちょっと今日は踊る大捜査線のドラマ版について、いろいろ喋ろうと思います。簡単なあらすじとしては、脱サラして警察官、刑事になった青島俊作という男が主人公で、この青島が湾岸署、お台場ですよね。お台場の湾岸署に配属されることになって、刑事として。で、よっしゃ頑張るぞと。刑事ドラマみたいに、犯人逮捕ガチャン、刑事バンバンバン、お前が犯人だ、事件、うわーみたいな、そんなんをイメージしてたけど、意外と行ってみると、その湾岸署のメンバー、強行犯係に配属になるんだけど、強行犯係のメンバーとか湾岸署の人たちも、なんかやる気ないというか、まあ、やる気あるやつはいるんだけど、覇気ねえなと。実際その捜査の現場に行ってみても、結局やることは、本庁、警視庁の人間のサポートだったりするんですよね。車の運転だとか、その現場まで行く車の運転だとか、そういうことをやるのが、いわゆる所轄の、仕事ですよっていうのを青島は知るんですね。警視庁の本庁の人たちは所轄の刑事のことたちをよく思ってないというか、もう全然こき使って当たり前。本庁はこっちはこっちで大事な事件やってるから、所轄の奴らにもちっちゃい事件ばっかりやらせとけばいいんだよみたいな。もうすごい雑に扱ってる。で、そんなんで、青島もギャップにやられて、なんか、刑事ドラマで見てたのと違うんだけども。でもそんな時に青島は、警視庁の警視、だから管理官ですよね。管理官の室井さんに出会うんです。これ柳葉敏郎ね。室井さんに出会って、最初は室井さんのドライバーとして出会うんだけども、なんかこの人も、うちに秘めたる思いというか、立場上、ポジション上、こう、所轄の刑事に強く当たったりだとか、いや、所轄よりも本庁が一番だ、みたいなポジションは取るんだけども、この人こそ現場に行く所轄の刑事たちと、そして上で会議して捜査方針を決める本庁を、うまいことをこう合体というか、もう全員が一緒になって仕事できねえのかなみたいなのを考えている人だっていうことに気づいて、だんだんとこの青島と室井さんの奇妙なというか、奇妙だけど確かな絆が生まれていって、本庁の管理官と所轄のデカが一緒になって事件解決に頑張っていくぞみたいなドラマなんですね。で、まあこの青島の同僚の湾岸署のメンバーも一緒になって頑張っていく。これもなかなか面白いドラマなんですね。僕の記憶の中での、親が見てたのをうっすら覚えてるみたいな、親が再放送とかで見てたのをうっすら覚えてる、この記憶の中だと、なんか拳銃バンバンとか、レインボーブリッジが封鎖できないですみたいな。そういうのとか、Somebody Tonight みたいな。もうなんか結構派手めなイメージがあったんだけど、結構地味なんですよね、このドラマ。もう本当にやってることは、視聴者の皆さん、が、普段仕事している、そのね、会社、職場と変わんないですよ、警察も。実際。犯人止まれ！バンバン！犯人、グザーン！殺されたー！みたいな。ああ、やったぜ！みたいな。そんなことはやりません、とも。日本の警察って、そんな野蛮じゃないですから。ちゃんと、書類とか手続きとかやって、で、上によいしょよいしょして、辛い仕事ばっかりやって、徹夜続き残業続きですよ。刑事もあなたたちと同じなんですよ。かなり誇張はされていると思うんだけどね。でも刑事も椅子座って書類とにらめっこしてる時間の方が多いですよ。その中で凶悪事件に立ち向かってますよっていうリアルを描いた。すごい親近感のある作品なんですね。で、何がいいってね。曲がいいよね。オープニングとか BGM。でん、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 でん。でん、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 でん。
でーてててて、バン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 ゴン。かっこいいよね、あのオープニング。俺もやりたいもんね、あの、バン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 ゴン。かっこよすぎるよね。俺マジで、俺が高校球児だったら、絶対あれ応援歌にしてもらってたと思う。でん、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 でん。でん、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 でん。カキン、歌、ラララララ、サンバリートゥナイトって、一塁蹴って。いや、生かすドラマですよ。うん、見た方がいい。まだ見てない人は。俺はもう見たからわかる。見たから言えるよ。見た方がいい。で、まあ、キャラクターがね、すっげえ魅力的なんですよね。みんな魅力が溢れていて。まず一番、青島俊作ですよね。織田裕二が演じる青島俊作。結構、こう、イメージでは、うわぁ、ちょっと盲信、うわぁ、警察だ、バンバンバンみたいな。そういう熱血感というか、なんでこんなことやったんだー、そういうやつだと思ってたけど、意外と冷静なんですよね。まあ、熱血タイプのデカではあるけど、結構空気読めるというか、場所とか立場とか相手によって熱血の熱の温度を変えられるというか、相手にもその熱を与えるし、辛そうな相手にはその熱を分け与えて温かくしてあげることもできるみたいな、そういう心の熱血男なんですね。で、まあ、おちゃらけるときは、すげえおちゃらけるけど、自分の信念だけは曲げないっす、みたいな。そういうキャラでさ、これちょっとおかしいんじゃないですか。これこうした方が、もっと、いいんじゃないですかっていうのを、もう、たとえ、そういう序列が上の人間であろうと、おかしいと思ったことをおかしいって言うし、たとえ犯人であろうと、共感できることはそうだよなって言ってあげられる。誰も見捨てずに正しい道へ突き進んでいく、もう唯一と言ってもいい、この作品の中での唯一、もう自分の正しい信念を持っていて正しい道に進める人間がこの青島なんだよね。だから理想の仕事人ですよね。多分当時の人はみんな青島になりたかったんだろうね。男も女も。絶対青島みたいな生き方したい、青島みたいな働き方したいって思いながら生活していたことだろうね。だって今、僕が今青島のマインドだもん。今年24歳になりますよ。だから何年前？ 27 年前。27年前の作品を見て、今僕は、こう青島のマインドになってるんですよ。だからもう、ほんと、色褪せない。現代にもかなり通ずる。2024年に見ても全然色褪せてない。まあ、それはね、前時代的な描写とかはあるんだけど、それでも、書いてること、描いてることは、全然変わってない。問題は変わってないっていうところでの、いや、青島という男の希望という感じ、希望な感じが、もうね、見てて、惚れ惚れするよね。眩しいよね、青島という男は。で、やっぱ湾岸署ですよ。湾岸署のメンバーがね、素敵ですよね。深津絵里の、オンダスミレ。好き。好きです。で、今ベテラン女優、今ベテランになってきた俳優女優の若かりし頃の演技とか、その、いでたちを見てしまうと、俺はね、どうしてもときめいてしまうのよ。うん。リング2の中谷美紀とか、めっちゃときめいちゃうの。めっちゃ好きなの。恋してんの。で、この、踊る大捜査線のすみれさん。恋。好きです。すみれさんはすみれさんで、他の湾岸署のメンバーよりは、やる気とか覇気があって、青島と同じ事件に大小もない。どんな事件も、同じように扱うべきだ。同じように真剣に真面目に取り扱うべきだっていうマインドで働いてる人だから。もうすみれさんになりたかった人もいっぱいいるだろうね。で、あと、いかりや長介の枠さんね。あー、素敵なキャラクターだよね。こう、枠さんがいることによって、重たい空気、和むとかでもないけど、全員の干渉剤にもなれるし、全員に葉っぱをかける、立場でもあるというね、長いことこの仕事をやってきて、誰よりもこの仕事が分かっているベテランならではの周りへの気遣いだとか、事件への立ち向かい方だとか、もう全てを熟知している。でも新しいことにはついていけないから、結構そのもうマインドというか、もう気持ち一番で、もうフィジカルでいっちゃうよみたいな、本当に熟練のデカのこの心の余裕に当てられて、僕ら視聴者も、うわ、枠さん、
ってなるんだよね。で、あと、マスターくんと、魚住さんのね、あの、ちょこちょいコンビというか、あの二人も好きですね。いや、マスターくんのさ、何なんだろうね。だんだんみんな青島の熱に当てられていって、やる気を取り戻していく、覇気を取り戻していって。で、マスターくんなんて一番そうじゃないですか。マスターくんも最初は試験勉強頑張ります。早く警部になりたいですみたいな、そういうキャラだったけど、だんだんもう事件にね、自分からその青島について行ったりだとか、もう青島の無理難題とかをパソコンでカタカタカタやって、あ、先輩な、出ましたよみたいなことをもう平気でやってくれる、もう青島さんのためなら、先輩のためなら何でもやりますよっていうキャラクターに成長していって、だんだんね、ゆきのさん、柏木ゆきのともなんかいい感じになっていったりだとか、もうね、もうましたくえ、魚住さんもいいよね。魚住係長も、魚住係長もさ、最初は健康診断受けてくださいね、明後日ですからね、健康診断の話しかしなかったのに、だん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 皮がむけていってたとか、本心が見えていってさ、わ、この人もこの人で熱いデカだったんだなっていうのが分かってね、いいよね。そういうの好き、俺は。全員が仲間のためだったら命張って戦えるっていうキャラクターなのがいいよね。で、やっぱり語るべきは室井さんじゃないですか。いやー、僕室井さん好き。みんな好きか。みんな好きだよね。あ、室井さんが一番好きかもしれないな、僕。ね、この人はもう大変辛いポジションですよね。警視庁の管理官、警視として、所轄のメンバーだとか他の部下には、もう指示を出すけれども、上の人はやっぱいるから、上のポジションはいっぱいいるから、その人たちには、いや、勝手な行動を慎んでいただきたいみたいなことを言われながら。で、所轄の人たちからは、おいさん、なんでだよ、なんでなんだよみたいなこと言われて、うん、青島、すまなかったみたいなさ、もうね、すごい かわいそうなキャラクター、ストレスえぐいだろうね。同僚からは嫌われて、所轄からも嫌がられて、そんな中で自分の信じる警察道というか刑事の道を頑張って切り開いていこうとするこの姿、かっこいいですよね。かっこいい。なんかこの二人の永遠に競い合っていく、永遠にライバルだけど永遠に友達というか、いい仲間、戦友っていうポジションでは、室井さんと大島ってベジータと悟空だなって、なんか終盤とかね、そう思ったし、いや、なんかね、あの二人のなんだろう、絶妙な距離感というかさ、絶妙な信頼関係、ちょっとときめいちゃうよね。ちょっと、あ、え？この二人何なの？この距離感。この二人の感じ。え、ちょっとなんか、キュンとくるんだけどって思うぐらい、俺もう終盤になるんですよ。話がどんどん進むにつれて、室井さん憎めないくなっていくね。室井さん好きになっていくね。で、あと、柏木由紀夫ね。この人は何なの？いや、好きなんだけど、なんかさ、ずっといるよね。ずっといたよね。結局最後の方まで。で、警察官になったよね。たとえ被害者だからといって、あんなにも署内とかにいっぱいいていいんですかってかも思ったし、なんて言ったってさ、かわいそうだよね。なんであんなに事件に遭遇しないとなんないの、この人は。お父さん殺されて、1話でお父さん殺されて、中盤でアメリカの彼氏が麻薬の密売というか密輸していて、加担してる犯人だと思われちゃって逮捕寸前みたいなことになって、中盤では真下くんが撃たれる現場、あれも怖いシーンだよね。あれを見て血だらけになりながら、キャー、よくそれで警察になろうと思えたね。もっと大変なことになるのにさ、大変なことが起きていくというね。しかも始まりはお父さん殺されて、ね、お父さん殺されて、で、警視庁の室井さんとかに、もうすごい嫌な事情聴取されてるわけでしょ？それでよく警察官になろうと思えたよね。それはもう心意気あっぱれですよ、ゆきのさん。で、すごいのが、今言ったこのメンバー、この湾岸署のメンバーだとか、室井さんだとかの、この誰かでペアを作って、それのドラマを一本見てください。必ず見てくださいって言われても、
見れちゃうもんね。どのペアでも成立するのが素晴らしいよね。例えば増田くんと室井さんのコンビでも見れるだろうし、室井さんと枠さん、室井さんとすみれさんのコンビとかも見たいし、すみれさんと雪乃さんのコンビとかも見たいしね。誰が組んでもイメージできて絶対楽しいだろうなって思えるのはすごいいいキャラ作りができている証拠ですからね。東海オンエアと一緒ですよ東海オンエアって誰が誰と組んでもさ、誰がペア組んでも見れるじゃん。それと一緒。だから東海オンエアは踊る大捜査線をモチーフにしているのかもしれない。ちょっとエピソード1覧見ますね。1話がサラリーマンデカと最初の難事件。これもすごいエピソードだよね。なんでこんな話を1話でやるの？このオチを。ショックだったわ。一番震えたかもしれない、このドラマの中で。で、一番面白い1話が。インパクトある1話でしたね。2話が愛と復讐の宅配便。枠さんのね、マッサージチェア、枠さんに届いたマッサージチェアに爆弾仕掛けられてるっていうコメディー界ですね。で、立ったら爆発するっていう。こういうドラマなのって。あれ、1話と全然違えじゃんってなったけど、そういう回なんだよね。うん、こういうのもやりますよ。こういう おとぼけ会、お笑い会をやりますよっていうおもろさがありますね。消された長所と彼女の事件。あ、これ、あれですね。省庁の息子がやって、もみ消せっていうやつでね。嫌な事件でしたね。嫌な回でしたね。少女の涙と刑事のプライド。これね、犯人を追いかけるために、青島が警視庁のさ、なんだっけ、一家みたいな、あるじゃん、捜査一家みたいな。あそこに入って、追うけど、そこで、まあ、クラブでね、犯人を見つけるっていう回なんだけど、そこで、ボコボコにされてる女の子見ちゃって、一般の女の子見ちゃって、で、警視庁の人たちからは、いや、犯人逮捕が先だ、青島ちょっと待てって言われてるんだけど、もう、ボコボコにされて、で、口パクで助けてって言ってるの見えたもんだから、もうそっちに走って行っちゃって、室井さんとかからバチ怒られするけど、事件に大きいとか小さいとかあるんですか？で、カツを入れる。これ、活かした回ですね。彼女の悲鳴が聞こえない。これね、おっかなかったね。オタク批判というか、やっぱこの時のオタクへの意識だとかさ、まあそういう事件もあったしね、正直。だからそこでの、誇張されすぎているオタク表現、こういうやつはこういう事件を起こしますっていうところでの描き方は今見ると、とはなるけど、でもね、怖いんですよね、この伊集院さんのちょうどいい怖さ。で、それに立ち向かうスミレさんと、青島、室井さん。このすみれさんもね、かわいそうなね、自分で捕まえろなんて言われちゃってね、トラウマへの向き合い方がなってないよね。だからそこも含めて、そういう、今だったらこうなるよな、今だったらこういう描き方するのかもなって思いながら見るのが、当時の名作ドラマの、まあ、醍醐味でもありますからね。張り込み、彼女の愛と真実。タイムリミットは48時間。これが雪乃さんが麻薬の密輸に関わってるんじゃないかっていうので、連れて行かれちゃう回ですね。これもね、なかなか活かした回だよね。さらば愛しきデカ。これがプロファイリングチームの回ですね。このプロファイリングチームが嫌な奴らなんだよね。データは裏切らないから。データ通りにやれば絶対犯人捕まるから、みたいな感じで。マサーシーみたいなね。マサーシーみたいな奴がいて。それに、足で操作するタイプの枠さんが反発していって。これもなかなかオチがね、悲しいというか辛いよね。うわーなる。湾岸署大パニック。青島俊作危機一髪。これですよ、第9話。僕が唯一泣いたエピソード。これはね、オチ、ラストがね、もう、うわーってなんだよね。殺された被害者のお兄ちゃんが犯人の関係者を、お前のせいで妹はーって刺しに来て。まあ、その湾岸署でかくまってたんだよね。加害者の愛人をかくまっていて。うわ、お前のせいでって安倍佐藤がやってきて。で、それを止めた青島が、もう刺されちゃって。まあ、重症には至らなかったけど、もう結構怪我しちゃって、ちゃんと怪我しちゃって。本庁には、その安倍佐藤の情報は入ってはいたんだけど、どうせ所轄の言うことだから、別に構わなくてもいいかな、みたいな。そんなんで、抜けられていた話題。そのせいで、青島が刺されてしまった安倍佐藤がやばいやつっていうのが、誰も気づかないで、青島が刺されることになってしまった。で、それを、ね、大丈夫かみたいな聞いた室井さんがね、青島に、室井さん俺殺されるとこだったんだよ。すまなかった。青島ってね、課長が、あ、すいませんね、どうもね、こっちでやりますから、みたいなこと。まあ、いつもの感じでひょうひょうとしていて。で、室井さんが、本庁では、このことを
重大なこととして受け止めている。なんか保証はどうのこうのでこうのこうのみたいなこと言った時に課長がプツーンって来て、あんたね、私の部下の命を何だと思ってるんだ、母ちゃん。つーつーつー、室井さん。ここの青島の叫びと課長の、なんでなんでそんな、ええー、みたいな、本庁はどうなってんだっていう怒りもそうだし、それに挟まれる室井さんの表情も合わせて、うわー全員つれーってなって俺泣いちゃうのよ、ここめっちゃ泣いた、心にグッときたね。で、第10話が教団雨に消えた刑事の涙、11話が青島刑事を永遠に。いやー、このね、最後の10話、11話も良かったね。真下くんが撃たれるとこも怖いしさ、11話の打って変わってシリアスな感じも、すごいいいよね。いいエピソードだらけですよ。みんなも見た方がいいよ、これ。まだ見てない人は。面白いから。で、踊る大捜査線、劇場版とスピンオフ作品がめっちゃあるらしいのね。ちょっと一覧見てみましょうか。テレビスペシャルの踊る大捜査線、歳末特別警戒スペシャル。踊る大捜査線番外編、湾岸署、府警物語、初夏の交通安全スペシャル。踊る大捜査線、秋の犯罪撲滅スペシャル。踊る大捜査線、ザ・ムービー。これはもう見た。これは昨日見ましたね。レクター博士みたいなね、小泉京子が出てきてね。これもうオチがね、辛いんだよね。青島踊る大捜査線、ザ・ムービー2。レインボーブリッジを封鎖せよ。邦画の実写ランキングで第1位。興行収入ランキングで第1位。で、全体の興行収入ランキングでも第10位。未だに。平成の象徴みてえなドラマシリーズだよね、本当に。校長人、真下正義。これが、ユースケ・サンタマリアが演じる真下くんが主人公のスピンオフ。で、容疑者、室井慎治。これが室井さんのスピンオフですね。踊る大捜査線、ザ・ムービー3、奴らを解放せよ。踊る大捜査線、ザ・ラスト TV、サラリーマンデカと最後の難事件。こんなもんだ。2012年。こちらが見つかりました。びっくりした。で、次が、踊る大捜査線、ザ・ファイナル、新たなる希望。これが2012年の映画。踊る大捜査線シリーズとしてはこれが最後なのかな。で、今やってるのが、室井慎治、破れざる者。そして11月が、生き続ける者。っていうスピンオフ映画が2本前後編でやってるみたいですね。僕はまだそのザ・ムービー1作目とドラマまでしか見れてなくて、犯罪撲滅スペシャルとかもさ、昨日ゲオ行って借りようと思ったんだけど、借りられてて、やっぱ人気だよね。足で通ってどうにかこうにかして見て、室井さんの映画、今やってる室井さんの映画もちょっと見れたらなって思ってます。まあ、その時はちょっと遅れてになるかもしれないですけど、感想動画とかも出せたらなって思ってます。すごい面白くて、社会現象になるのも、うなずけるな。マジで平成の覇王と言って、過言じゃねえなってぐらい、素晴らしいドラマでしたね。なので、よかったら皆さんも、踊る大捜査線、まだ見たことないよっていう人は、見てみてください。よかったらコメントもください。あと、このドラマ面白いですよ。この昔のドラマ面白いから見た方がいいですよ。みたいなのもあったら、コメント欄で書いて教えてくれると嬉しいです。はい、ということで、今日の動画はここまでです。次回の動画でお会いしましょう。ヒカルチャレンジでした。ありがとうございました。